柳裕也3勝7敗、高橋宏斗3勝7敗、涌井3勝11敗。柳裕也、防御率 3.20、3勝7敗、広志、防御率 2.67、3勝7敗、涌井、防御率 4.55、3勝11敗、小笠原、防御率 2.92、6勝6敗、松葉、防御率 2.95、0勝2敗、7先発。どうなっとるんだこのチームは。暗黒横浜みたいになってきたな。負けて当然の内容だけどな。この打点勝つなことでこの程度の成績はきついよ。高崎健太郎、2011、5勝15敗、177.1回、防 3.45。 健太郎ってこんないい時あったんやの。負けてるイメージしかなかった。加藤玉だから実質1点増やしてみた方がいいぞ。先発がこれなのにどうやって今の借金数で済んでるんだ。小笠原以外全員借金作ってるのか。2桁の敗戦があると暗黒っぽい。これさてどうなるん。球団ケチれるやんけ。 W ごめんね、ごめんね、無援護。小笠原ようやっとる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。